1967年 CV8 に代わって登場したジェンセンの新型 GT がインタターーセプターだ。このインターセプターはほとんどのメカニカルコンポーネンツを CV8 からキャリーオーバーしていたがスタイリングは新鮮だったデザインを手掛けたのはイタリアンカロッツェリアの一つリニアーレ。 ボディの生産を請け負ったのはカロッツェリアツーリングであるビニアレらしいアクの強いスタイルは個性派 GT を標榜していたジェンセンにとってうってつけだったといえようファストバックスタイルのこの車は開閉可能な大きなグラスハッチを持ち高い実用性も備えていた価格は 当時の日本円に直すと640万円と高価だったが性能と作りの良さを考えれば納得のいく価格といえたエンジンは CV8 と同じクライスラー製6 3リッター v 8 o h v 途中でよりハイパワーを誇る7 2リッターも加わっている。 6.3リッターの最高出力は330馬力一方の7.2リッターは390馬力を発揮した7.2リッター仕様は車重1.8トンというヘビー級でトランスミッションも3速 AT ではあったが最高速度時速225キロ0100キロ加速 6.9秒という瞬速ぶりを誇った同時にこの7.2リッターのインターセプターは当時のイギリスで最大排気量を誇る乗用車でもあった71年には SP と呼ばれる豪華モデルが追加されているこの SP はエアコンやステレオなどシックスパックと呼ばれる 6つのオプションを標準装備していたのが特徴で SP というネーミングはこのイニシャルから付けられたものだ SP の登場と同時にベースのインターセプターはマーク3へと進化73年にはコンバーチブルも加わっている1967年から76年までの10年間で 標準型のインターセプターは5,472台 SP は105台が生産されたという。